働くよろしくね。よろしくね。皆さん夏休みを楽しんでいますか？楽しんでますよ。早く楽しんでるのは十分分かったんですけど、今何日ですか？4日。はい、4日です。ちょっと宿題やってるのにさ、4日っていうの忘れてきたけど、夏休みの課題、宿題、なんと本日をもちまして、あやはや家終わりました。はい、お疲れ様です。遅いって言われる方いらっしゃるかと思うんですけど、はやは今日終わりました。はい、今日の朝ね。あやさんは実は7月の30日に終了しております。早いね。お姉ちゃんは早かったです。はやもね、詰めれば多分そこまでいけたんだと思うけど、集中力がないので、ママがもうこうやって何日まで何日まで何日までって区切ってやってもらったので、ちょっと遅くなりましたが、なんとかお盆来るまでに終わりました。はい。さあ、じゃあ本当にできたか予定表チェックしていきたいと思います。じゃあいきますよ。どっちからいきます？はやから。はい、ママがチェックさせていただきますね。置いてってよ、順番に。はい、読書感想文。読書感想文、待って待って。ええ？ないよ。はい、こちらです。読書感想文。はい、夏の友。はい、こちらですね。表紙がやってないのは、今日夕方楽しむために撮ってあるそうです。はい、忘れてたわけじゃないらしいです。はい。ポスター。ポスターは2回やね。はい。はい、科学作品、応募作品。ああ、自由研究。はい、自由研究。上。ああ、はい。重たいので持ってくのが嫌だそうです。で、その他の応募作品。貯金箱。あ、貯金箱も見せられないんだね。うん、はい。あとは、何、先生からの愛情プリント。はい。はい。終わらせました。はい、終わり。ってことで、まあ、あとは細かいのがいろいろ。そうそう、宿題っていうのは終わったんだけど、あとは健康チェックの紙だとかボランティアの紙がまだ残ってるんでね、それは一応残ります。はい、なので終わりました。次、じゃあ綾さんのに行きます。上から行きます。夏の友。はい。あ、お姉ちゃんはもう表紙は終わっております。早いねここまでやらないとね。はい、その次、夏休みの暮らしは、これはまだあれやね。はい、やってます。1日2期やで、まだやね。次は、先生の愛情プリント。はい。これも、実はこれ、あやさん、これ相当早く終わってましたよね。はい、1日で終わらせてます。夏休み入った初日はお出かけ行ってたんでね。2日目には終わってました。はい、読書感想文。人権啓発作文。はい、こちらです。はい、これもなんとか書けました。あと調理実習。ああ、これですね。はい、これも終わってます。で、あとは自主学園ね。あとはこの調理実習の日記と、うん、あとあのリコーダーとかやね。うん、自由研究もありました。はい、ということで、あやさんも全部 OK です。お疲れ様です。さあ、今年も無事宿題終わりましたけど、今年の宿題で一番簡単だったものお願いします。貯金箱。貯金箱のプリント集。プリント集。アイさんだって結構早めに終わってたからね。貯金箱簡単なのは多分助っ人さんがかなり頑張ったからじゃないかなと思います。感謝してください。感謝します。はい、じゃあ一番難しかったもの。人権啓発。読書感想文はタラ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 って書いて、これでいいよねって言って1日2日で書き上げてたのに、人権のやつは 4,5 日かかったよね、あれね。あ、しかも文字数が足らないって言って、で、文字数をカウントした後にママちょっとこの文章おかしくないか見てって言ったら、ママ見たら同じこと言ってるよとか言って何とか書き直ししてました。で、はやは作文、読書感想文。あ、書かせたんじゃないのそれ。はやは文章系がすごく苦手で、読書感想文をね、毎年ね、悩みながら書いてます。学校によっては読書感想文か自由研究かって選べるところもあるそうです。羨ましい。はやの読書感想文これ無理。自由研究。自由研究、まあね、自由研究今回やりましたけど、はやはお化けエビっていう生物の研究、
あやさんは展示に関することをやったんですけど、あやさんはねこれね実際は去年出そうと思ってたものをために貯めて今年出しました。はやは突発的にやりたいって言ってやったんですよね。計画性の差ではやの方がちょっと時間かかってました。来年あやさんようやく解放されます。ただね中学校の宿題特殊なので多分あやさんにとったら楽なんじゃないかなと思います。よかった。僕にとっては悪魔。各学年によって絶対やってくださいっていう課題があって、それに当たると大変な目に遭います。はい。今年は火災予防のポストだったよね。お姉ちゃんの時大変だよ。人権啓発の作文にポスターだよ。そんな。まあいずれ通る道なので嫌な宿題、いい宿題はあるかと思いますが、ダメだ。そこで あの悪魔を取引しない。はい、ということで、あやはやたちは無事終わりました。はい。はい。まあ、多分ねこの動画流れる頃はもうお盆近くになってるので、え今頃宿題終わったのって言われる方いますが、あの上旬には終わってます。さて宿題が終わってない視聴者様いらっしゃいませんでしょうか。いますよね。まだ夏休みありますが、あると思わず嫌なことはサクッと終わらせましょう。はい。じゃあこれからは遊び放題ですね。はい。じゃあこの後例のゲームやりますよ。やったー。明日の分です。言いますか。え、やりますよ。今やんの。今やります。明日ママお仕事なので今知りません。知りません。はい、あのこの何のゲームをやってるかっていうのは別動画でやりますのでぜひご覧ください。ご覧ください。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。人間誰しも嫌いなものがあります。トマト。あ、まあ食べ物ねに限らず、人なんか高所が嫌いとか先端が嫌いとか、あのブツブツが嫌いとか、いろいろいると思います。で今回はハヤが言ったように食べ物とか口に入れるものに着目して、ママがすっごく忙しい時にさ、ずーっと見てる。カノの面倒見るの。カノのご飯食べさせたの。うちだけ大きいのにして。なんでご飯、いや、もう実際たまに食べさせた。さあどの容器になるでしょうか。